はい、玉川習字教室の玉川雄吾です。はい、今日はですね、日本習字小学5年2月のですね、検定課題、こちらをですね書いて説明をしていこうと思います。はい、2月の5年生の課題はですね、こちら三寒四温ですね。はい、この文字を書いていきます。はい、この課題のですね、大きなポイントがですね、2つあります。1つ、まずはこの裏のですね、赤手本の書き方を見ていくんですけども、はい、筆を運ぶ方向に気をつけるというところなんですが、はい、この3、右上がり1画目はこれ反っていきますね。2画目はまっすぐいきます。3画目は右上がりで伏せていきます。この方向、それと4、この1画目と2画目の縦画のこの内側に寄せていく、この筆の運び方、そしてオンですね、はい、この火のですね、内側に寄せていくこの筆の運び方と、この皿のですね、縦画内側に寄せていくこの筆の運び方、そのですね、筆を運ぶ方向にですね、注意して書くというところ、そしてもう一つはですね、点接、はい、この4のここの点接ですね、一旦筆を止めてから方向を変えて筆を運んでいく、ここもそうですね、オン、この火もそう、この皿もそう、同じく点接では一旦筆を止めてから、そして方向を変えていくと、こういった書き方をします。この寒いのここの払うところもそうですね、一旦筆を止めてから方向を変えて払っていく、そんなところにですね、注意していっていただきたいというふうに思います。その他の部分でですね、言うとですね、この感覚ですね、感覚、はい、この感覚は同じ感覚にしていくというところを気をつけて書いてほしいですね。で、もう一つ、この寒いの払いですね、左払いと右払い、はい、右払い、このですね、10画目は次第に太くして一旦ここで止めてから右に払っていくという書き方、はい、そういったところにですね、注意して書いていっていただきたいと思いますので、早速ですね、書いて、そして説明をしていきたいというふうに思います。よくですね、筆の運び方、私が書くですね、筆のですね、運び方をですね、よく見てですね、いただきたいと思います。はい、では3ですね。はい、1画目右上がりで反っていきます。2画目支出はですね、1画目の支出と同じところ、はい、そこから右上がりでまっすぐ1画目を短くいきます。はい、3画目、はい、伏せて右上がりで長くいきます。そして伏せていきますね。はい、間は同じ間隔にしていきます。はい、間、はい、1画目、はい、1,2,3 ですね。はい、2画目こちら外に行きます。はい、3画目右上がりで点接です。ここ一旦止めて、で押さえ直します。そして2画目向かってここですね。はい、4画目、はい、細く書いていきます。はい、2画目の際のところからですね、ここで5画目、この4画目の入った支出のすぐ右側からですね、こっち側に行けていきます。6画目も支出の部分からこっち側に向けていきます。はい、7画目、7画目は4画目と同じ長さで細くいきましょう。8画目、はい、これは長くです。はい、9画目です。はい、この5
5画目のですね、終わりのところから押さえて、で、左に伸び伸びと払っていきます。10画目、6画目のですね、この際のところ、終始のところからですね、押さえて、次第に太く、そして、右に、こういうように払っていきます。はい。筆を上げながら右にスライドしていくといったような形ですね。はい、10画目。1、2、3ですね。はい、10画目ですね。はい、次4です。はい、1画目。押さえて内側に寄せていきます。ちょっと丸みを帯びていきます。はい、2画目右上がりでちょっと丸みを帯びて、はい、ここ止めて押さえて、そして内側に寄せていきます。はい、3画目、この2画目の脂質の付近ですね、ここ左にこう払って、4画目は中心線よりもちょっと右ですね、からこう、はい、5画目は右上がりで押せていきます。はい、ここですね。次、オンです。はい。三髄は狭く書いていきます。なので、この左の線のところ、1画目、1、2、3、はい、1画目、この左の線のところです。1、2、3、はい、3画目、での線のところですね。押さえてから払い上げます。角度きついのでね、ここですね。はい、4画目、はい、内側にこうちょっと丸みを帯びていきます。5画目右上がり押さえて、そして内側に、はい、横角、間隔を等しくしていきます。平行です。ここも平行。はい、次8画目、はい、ここも内側に寄せていきます。9画目右上がりでちょっと伏せるような感じ。はい、点接を押さえて、そして内側に、はい、10画目、11画目を細く書きます。間隔は等しく。1画目。はい。で、12画目は伏せます。こうですね。はい。このようにして書きます。はい、それではですね、説明をしていきます。まず3ですね。はい、1画目は右上がりでこれ、反っていきます。反りますね。極端に言うとこんな反り。はい、2画目、脂質の部分、同じところですね。ここは、収縮短い。はい、右上がりでまっすぐ。はい、3画目は右上がりで長く伏せていきます。はい、その際にこことここは同じ広さにしましょう。はい、寒い。はい、まず1画目、1、2、3、この動きですね。2画目は外に行きます。3画目右上がりです。ここ一旦止めてから内側に払っていきます。
はい、4画目、はい、ここのここ少しですね、間開くようなところもうすぐそばからですね筆を置いていきましょう。で、5画目はもうこの支出のすぐ隣ぐらいですね。で、内側に入ってきます。ここも内側に6画目ですね。はい、7画目は同じ長さで構いません。8画目は少し長いぐらいで伏せていきます。ここも比較的沿ってまっすぐで伏せるという筆の運び方をしましょう。で、ここの間狭いですけど同じ広さにしていきましょうね。はい、9画目は左側にのびのびといきます。10画目、はい、次第に太くしてここで止めて、はい、止めた時にですね、筆がですねこう上になるように、穂先が上になるようにしましょう。はい、そこから横に右に行きます。こう筆をですね少しずつ上げながら右に行くと、移動するというようなですね筆の運び方をしていきましょう。はい、ここ1、2、3、こういうですね筆の運びです。はい、4の1画目は内側に入れて寄せていきます。2画目、ちょっとこれ丸み、1画目ですね、ちょっと丸みを帯びているような感じになってます。2画目は右上がりで伏せていきます。ここも 丸みを帯びて点接です。ここ一旦止めてから、そして内側に寄せていきましょう。はい、4画目短く払う、そして3画目ですね、短く払い、4画目はこうですね、5画目を伏せていく、そのようにして書いていきます。はい、オンですね。はい、三髄ちょっと狭く書きます。ここ、はい、このぐらいの狭さなので、1画目はこのもう線のですねすぐ右、1、2、3ですね。2画目はこの線のところ、これも1、2、3です。はい、三角に払い上げ、きつくこの角度、はい、もうここを狭くしていきますね。はい、それは火が横扁平になるからですね、ここ狭くしないと扁平に書けないんですね。で、4画目はここ内側に寄せていきます。5画目右上がり点接、一旦筆を止めてから内側に寄せていきます。はい、この右上がり平行ですね。で、ここの広さを同じくしていきましょう。はい、8画目も内側に寄せていきます。9画目、はい、右上がり点接、一旦止めてからまた内側です。はい、縦、はい、ここ狭いですけども等しくしていく、そして最後ここは伏せていくと。はい、このようにして書いていきます。なかなかですね、間隔を等しくしていかなきゃいけないところがあるので、そこはですね穂先を生かして書かなければいけません。そういったところがちょっと難しいかもしれませんけれども、よく練習をしてですね書いていただきたいというふうに思います。はい、今日は以上です。